構造物完成しました。こちら前ですね。でこちらが後ろになります。前側のね、構造物に木製の看板を貼り付けていきます。でこれ裏ね、粘着テープになってるんですが、一応またね、めくれ上がってこないように端っこにね、木工ボンドを塗っていきます。上から細い爪楊枝とかで隅っこの方からね、押し付けてあげて、木製の看板を密着させていきましょう。こちら2階になるんですが、ここもね、同様に木製の看板貼り付ける前にボンドをくっつけてあげましょう。最後はね、操舵室の床に貼り付けを行います。操舵室の中に操舵輪とか電線管とか羅針盤とか細かい部品をね、取り付けています。これすでに2階部分の取り付けが完了してるんですが、今ね、柱となる部分のところに木製のボンドをつけて、補強を行っています。で合わせてこの時にね、柱がね、まっすぐになってるかどうかちょっと調整してあげたりとかしましょう。後ろの柱だけでもなく前側にも柱がありますので、こちらもね、注意して、浮きがないようにね、しっかりと止めてあげましょう。これがね、本当の最後でしたね。木製の鋼板を操舵室のね、天井にくっつけます。これね、多分本当にね、木製の看板の貼り付け作業最後になると思います。やっと操舵室が2階の看板上に乗っかります。はい、一応これ形になりましたね。だいぶね、ミカサっぽい雰囲気になってきたんじゃないですかね。構造物塗装する前にサーチライトをスライドさせるためのレールをね、ルーターで削り取ったんですけど、今そちらをね、エッチングパーツの方で復元の作業をしています。実際のミカサのスライドレールはね、今の画像のような形になってまして、ちょっと形状違うじゃないですか。多分ね、足元危ないからレール埋めたんだと思いますね。これは2階のね、手すりを、取り付けてる作業なんですけど、これ結構一つの部品が長いので、まずはね、定位置にですね、仮付けを行って、である程度ついたところからね、しっかりと瞬間接着剤で接着する作業を進めているところです。手すりが取り付きまして、で今ね、2階に上るための階段ですね、の取り付けの方を始めています。そして操舵室の屋根の部分につく手すりですね、こちらの取り付けの方を進めています。これ今信号機作ってるんですけど、それぞれの前と後ろの環境のね、2階の、屋上にくっつくんですね。でちょっと何のための信号なのかよくわからないんですが、船のね、何かの動きを船員の人たちに伝えるためのものだと思うんですが、もしね、これ分かる方いらっしゃったらね、ぜひ教えていただきたいと思います。細かいね、部品もだいぶ取り付けまして、結構佳境に入ってきてると思うんですけど、今からね、右舷側と左舷側に航行灯の方を取り付けます。これ後ろの構造物の時にも同じ部品を取り付けてるんですけど、これなんかちゃんと決まりがあって、右舷側が緑で左舷側が赤だったかな。一応なんかちゃんとね、色が決まってるようですね。
構造物完成しました。こちら前ですね。でこちらが後ろになります。一応ね、細かい部品とかも一通りもう全部付け終わって、あとはもうね、早速本体の方にね、くっつけていきたいんですけど、これね、構造物のこの一番上ですね、これ環境の部分になるんですけど、手すりの部分だったりとかがついてて、で後ろにもね、こう手すりついてるじゃないですか。でこれをこの船のね、前と後ろに実際にこう取り付け始めちゃうと、この真ん中のね、作業をするときとかに、作業がね、しづらくなっちゃうんですね。で、これ船の模型作ってると、このミカサだけじゃなくって、他のね、船もそうなんですけど、この高いものをね、先にね、付け始めちゃうと、この作業がね、すごくしづらくなるんですよ。不用意にね、こう触れたときに、この、高い構造物に触れてしまって折れちゃったりとか取れたりとかね、事故につながるので、まずはね、この真ん中の方に、まだね、内カテをつけたりとか、あと、煙突とかね、あとマストもあるんですけど、そういった作業がまだあるんですね。なので、真ん中でね、やらないといけない作業を先に終わらせて、で、その後にね、この構造物を、乗っけていきたいと思います。これね、内科艇の方もすでにね、パーツ取り出してあるんですけど、結構ね、数多いんですよね。これもう一通り、ミカサの船体の方に乗るね、内科艇すべて、内科艇とね、救命ボートとかをね、もうすでに切り出してあるんですけど、これ結構数あるんですよね。で、全部でね、15隻あったのかな。で、これでもうね、一通り搭載される船とかはね、すべて取り出してあるんですけど、まず最初にね、これを完成させていきたいと思います。で、とりあえずこの後ね、ちょっと塗装の工程に入ってね、一つ一つね、ちょっと仕上げしてから、早速ね、ミカサの方に取り付けていきたいと思います。他の箇所と同様に、まず最初はミスターホビーの、黒のサーフェイサーですね、を使って下地の塗装をしていきましょう。黒のサーフェイサー塗装終わりましたら、舞鶴海軍工廠グレーでね、また陰影が強調されるように黒の部分をね、うまく残しながら塗装の方を行っていきます。ミスターカラーの45番セールカラーですね、これからね、内科艇と救命ボートとかのね、カバーに当たる部分をこちらの色で塗装していくんですが、一応下地をね、黒入れてますので、救命ボート本体と同様にね、陰影がね、強調されるような塗装を行っていきたいと思います。内科艇の塗装の続きはまた次回の動画でご紹介いたします。それでは本日はこの辺で失礼いたします。日頃から皆様からの温かいコメントや高評価ボタンはとても励みになります。
本当にありがとうございます。そしてまだチャンネル登録をお済みでない方もぜひこの機会によろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。